年金の性質を利用して、迷路の最短ルートを得る、例年金コンピュータは、新生年金の餌や光などを環境から受ける刺激に応じて、自己組織化する性質を利用した計算機である。例えば、何らかの年金の餌を求め、餌と餌の最短距離をつなぐ形に変形する、光を嫌い、光を当てることで任意の形に変形できると、いったような性質は、 光や餌を入力、形を出力とみなして、ある種の計算であると捉えることができる。例えば、年金を迷路の中に設置しその迷路の端と端に餌を置くと、年金は一旦は迷路全体に管を広げるが、最終的には餌と餌の最短距離をつなぐ管のみを残し、それ以外の部分は衰退させてしまう。また、餌との道筋に、 光の当たる部分を作ると年金は光の当たる部分がなるべく少なくかつ年金全体の管の長さもなるべく短いような経路を取る。最終的に形成された形は迷路問題の解であるとみなせる。年金の性質を利用して巡回セールスマン問題をはじめとする現在のコンピュータでは解くことが困難な問題を解決することが期待できる。 特に巡回セールスマン問題では、理科学研究所の研究によると、従来型のコンピュータでは、要素数を増やすと算出にかかる時間が爆発的に増加して解決困難となるのに対し、年金による計算ではかかる時間が単に線形に増加するだけであまり時間がかからない。また、年金は同じ実験でも場合によって異なった経路をとるが、 この時に年金がネットワークを作成する過程を発展方程式を用いて数理モデル化することで正確な答えを一つだけ出すことしかできない現在のコンピュータとは違い一つの問題に複数の答えを出せるような柔軟な発想のできるコンピュータの開発に活かせることが期待できる年金のような単細胞生物が迷路を解決する知能を持つという 生物が進化の過程で獲得した、あるいは未来のコンピュータが獲得すべき、知性の根源に迫る鍵とされており、バイオコンピュータへの応用を目指して研究が進められている。年金コンピュータはまた、都市間の交通網設計のシミュレーションに利用できることが示唆されている。都市に相当する箇所に餌を設置し、海や山に相当する部分には、深度や高度に応じた。 強さの光を当てて不設コストを設定する。そこに年金を設置することで、首都圏における効率的な交通網のモデルが作成される。このモデルは、輸送効率や上場経路の設計の点で、実際の日本の鉄道網と類似性が見られる。中垣敏幸らによって、年金が迷路の最大経路問題を解くことが発見され、2000年に論文が出版された。中垣らは、 この研究によって2008年度のイグノーベル賞を受賞している。中垣らの研究は2008年4月にニューサイエンティストで紹介された。青野誠氏らは年金を利用したニューロコンピュータによって組み合わせ最適化問題の一つである巡回セールスマン問題を解いた。青野らの結果は2009年に出版された。中垣らは日本の首都圏を模した形状の倍値と 年金文字誇りを用いて、鉄道の都市間ネットワークの設計シミュレーションを行った。中垣らの結果は2010年にサイエンス誌で発表された。この研究が評価され、中垣らは2010年に2度目のイグノーベル賞を受賞した。ありがとうございます。